くそ、助けがいるんだ。急いで車庫に来てくれ。というわけで、はいどうも皆さんこんにちは、永井です。そうですね、なんか助けがいるらしいので、ローマンさん助けに行きましょうか。そうですね、まあ今回ストーリー実況やっていきましょう。なんかいろいろ順序が違うぞということでね。なんかほんとね、バッカニア、バッカニアって、あら、バッカニアは あれだよ、ジェネラルリーみたいな、何これ、ランダムキャラですかこれ。ちょっと待って、でもローマン行かないといけないから、ローマン行こう、ローマン、ランダムキャラちょっと無視してローマン行こう。おー、ちょっと待って、お前ふとお前違う、ふとじゃないの、お前なんだ、え、お前何、ちょっと待って、お前ちょっと俺、え、ちょっとお前ちょっと強いやつじゃない、いや強いやつって意味わかんないけど、え、これ何、ちょっと待って、お前ちょっと連れてってあげるから、車庫まで来て、ちょっと車庫まで、うん、お前強いな、おー、もったいない、お前死んじゃったよ、お前死んでんじゃねえよ、お前落としてんじゃねえよ、お前落としたよ、お前落とした、あ、拾えないんだこれは、いいわ、これをちょっとお車庫に保存してから、ローマンさんに会いに行きましょう。そうですね、ごめん、もうこんなことで1分半使っちゃったけど、でもこの車なんか貴重っぽくない、この車よくわかんないけど、 GTA5 始めたばっかでよくわかんないけど、ごめん、だってフォグランプとかついてるもん、ここにフォグランプ光んないけど、え、これなんすか、アニスじゃねえよアーナス、ウラナス、ウルナス、なんかそんな神話でいたな、ウルナスだかウラナスだか、そういう、ちょっとお前、ローマンのお前ってよくわかんないけど、ローマンのお前を前に出して、ローマンのね、ローマンのやつを前に出し、そしてこっちですね、こっちを中に入れると。この車ちょっと気になるな、ウラナスわかんない、アーヌスは良くないねということで、もう趣旨が変わっちゃうから、お前ちょっと来る、あー、警察がいた、危ない、もうヒヤッとして、あー、お前マニャーナでいいや、マニャーナ、おー、いい乗り方するね、オッケー、よいしょ、いった、マニャーナで行きましょう。こんなことで2分使ってます、あ、3分ですね、ごめんなさい本当に今回はストーリー実況ですよね、ストーリーじゃない実況じゃないから、ストーリー実況ですから、これ、よいしょ、急いで車庫に行きますよ、はい、ふう、ちょっとやばい、鼻が花粉症でごめんなさい、ちょっと席を立ちます、どうしてダーリンじゃなかった、ごめんなさい、おー、何が起きた、ラシア人のダジアのことだ、ダジアで借金取るな、ほらば、ほらよ、Get out of here. Yes. ああ、強いね、ニコさん。腕が。お前戻りたいのか。Come on, Super. Lander, help me. Get out of here now. And if you come back, I'll kill you. You understand? You forgot this? You're banning pricks. Strong. Shit. What did you do? He was going to stab me.Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this! Assholes! Threatening me! Shut up! Oh, great. Mallory. Mallory? George Mallory, かな? Hey, beautiful! Yeah, great! Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it.Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then! Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hope Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap. My computer and everything. Road 2. Oh, 早いね。ローマンの車に乗り込めということで、はい
駅へ行け。了解。ああとすげえ見づらい、すんげえ見づらいんだけどこれ。うん、知ってる。でもラジオ切ってあるんですけど、ね、著作権が怖いですからね。長押しでラジオ、あ、そんなことできた。あ、じゃあちょっとラジオオンにしといて、そのプライベートではちょっとラジオつけておきたいから、プライベートでやるときは、何ラジオ、ちょっと待って、交換、ラジオの音量、特定の車オン、あ、こんなんできるんだ。ちょっと待って、効果音、全体の音量ってお前、あ、そういうことか、OKOKOK で、で、これで OKOKOK、いいね、いいね、いいね、 OKOKOK、 ちょっとね、そう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 、このカーナビ欲しくない？カーナビ、ちょっとリアリティなくなるけど、いや、あるんだったら使いたいよね、カーナビって。ターンライトみたいな。You have arrived. ウィー、クラクションは L だ。ピッ。Get in, ladies. どうぞ、お嬢さん。Thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi. How are you? I live on Rotterdam Hill, up on Mohawk Avenue. You know where that is? ミシェルのアパートに二人を送り届けるっていうことね。了解。How you finding America, Nico? カーナビの声とかぶってるわ。Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? 結びつけてるね。Stop it! Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is.I don't think he even chains out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get it. Hoi! Thanks for the lift, Nico. Yeah. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. いい感じですね。ただあの二人は二なりなのかな。ちげえよってことだよね。なんだ、ふたなりって。Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hull. Go and get something a bit more 21st century. まあそうですね、この格好だったらなんかさ、北欧の国でなんか、そう、オットセイでも食ってそうな感じの格好ですね。それか、バイオ4のジョン・F・ケネディ君もこんな感じのなんか上着着てた気がしなくもないけど。まあ21世紀らしい格好しに行きましょう。あー、いいや、抜かしよう。ですね、ごめんなさい、早くもうカーナビが鬱陶しくなりました。ごめんなさい、切らせていただきます。いや、ある車にはあっていいんですけど、うん、カーナビ特定の車にしておきましょう。ごめんなさい、本当に早くも鬱陶しくなった。うん、いや、あったらあったで可愛くはないけど、いいんだけどさ、ちょっと鬱陶しくない？ピンポンってカーブのために言われると、うん、ちょっとね、大体感じゃないな、胃腸薬のあれみたいじゃん。違うか。はい、到着。あ、エンジン切れるんでしたっけね、確かこのゲーム。三角長押しでエンジンを切るっていうアクションがほらほらほら入ります。三角じゃねえんだよ、 Y なんだよこれ。いた。医療店はリバティシティのあちこちにある。はい、次行って、次。あ、はいはいはい、ワン、新しい服を買え。最初に買う服は無料だ。無料か。スウェット、スウェット？戻す。ジーンズ。微妙や。靴。発音がおかしい。ブーツ。
へえ。戻す。服ですよね。テイクフリーの服があるんですけど、とりあえず見たい。見たいわ。てかこれ、あ、ごめんなさい。これで別の靴選べたんだ。ごめんなさいね、ちょっと。うん。本当ごめんなさい。ちょっと操作分かってなかった。でもやめる。スニーカーはいらない。ちょっと待って、こっちが何だった？ブーツもね、微妙だな。今お前何履いてんの？ところで。見えない。あー、汚いスニーカーだな。スウェット、ブルー&ホワイト、他の知ってる。コート、LB。やっけ。いらないなぁ。いらないなぁってさ、買わないといけないっていうのがちょっと辛いですけどね。ちょっと私の趣味に合ったものがないんですよね。フライトジャケット。ジャケットとジャージっておかしくない？まあいいけど、ちょっと見てみる？なんかお腹がちょっとモコってなっちゃいますね。そういう体型でもないでしょ、だってニコって。なんかちょっとモコっとしたのがあんまし好きじゃないんだよな。フライトジャケット。なんかさ、あ、でも冬っつうか、なんつうか、ニューヨークだから仕方ないのか、厚着になっちゃうもんね。とりあえず、あ、帽子なんてあるんですね。おお、ロシア帽、お前似合ってるよ。北欧系の顔立ちですからね。あー、お前なんか似合ってんだよな、こういう格好は。もうネタでこれ買っちゃおっか。ただで帽子を手に入れた。ミシェールに気に入ってもらえるはずだ。なわけないだろっつうことでね。一番高いやつにすればよかったな。ねえ、一番高いやつにしたらね、もうね、2個ネタキャラに仕立てあげよう。それがいいわ。もうね、私の動画で2個はネタです。ニコちゃん大王です。もうこれで12ドルで、もうね、片っ端からダサくしていこう。 OK。 で、靴がね、かっこ悪いから、ブーツかっこいいブーツを履かせてあげたいけど、これはいっちゃマシか。微妙だけどね。 OKOKOK、 17ドルになっちゃったよ。ダッセー。はい、ちわけだ。オートセーブ、ファイルに落書きや上書きします。よろしいですよ。これでね、ディンディンディンディディンつうことでね、今回これで終了でいいのかな。ミッション終わりましたね。ニコの、おっと、電話来た、電話かけたのか。Hey, Roman, I got some clothes. Looks like they brought the stuff in from the old company. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, a classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. はい、というわけで今回一旦切ります。次回はミシェールとデートですね。というわけで今回これで終了したいと思いますよ。では次回もまたサンアンドレアスじゃないね、ここなんだっけ、リバティシティ。次回もまたリバティシティで会いましょう。